片端彫りの基本形のイラスト。片端彫りは、柔道の固め技で、締め技12本のうちの一つである。行動館や国際柔道連盟での正式名、アイフ略号、KHJ。別名エリ攻め。語れ腕を抱えた時に、片方の翼を広げたように見えることからこの名がついた。レスリングでいうハーフネルソンから首を締める技で、一瞬にして、 勝利を得られる締め技である。片方の手は、羽がい締めで、相手の腕を抱え、もう片方の手で締める複合締め技である。基本型は、右手で相手の首を締める場合、まず、背後から左手で相手左脇の下から手を差し入れ、相手左襟を下へ引き、襟のたるみをなくす。次に右手を首に回し、たるみをなくした左襟を、なるべく深く握る。 最後に左手を相手の首の後ろに回し首を前に押し出すようにしながら右手を引いて首動脈を締める。総襟絞りの基本型と途中まで同じであるが左手の使い方が首を後ろから固定するように使う点が異なる。基本形のように相手の背後から仕掛け始め相手の正面に回って極める方法もある。返し絞りはガブリの体勢から 相手もろとも横に回って締める、片端彫り。左腕で、相手の右腕を抱え自らの襟を持ち、右手で、相手の右前襟を持つ。相手を、半回転、自らは一回転姿勢対して、自らが腕で、方丈四方、刀内四方をけさ型の体勢で締める。横転しないで、かぶりの体勢のまま極めることもある。柔道を題材にした、小説。 姿三四郎に登場する、片端絞りは、背の上から相手の右腕を抱えて、右腕を相手の首に回して締める。これはこの返し絞りと一致する形である。逆返し絞りは、がぶりの体勢から相手もろとも横に回って締める、片端絞り。右手で銃の右横入りを取り、右肩内視は、右上腕部で銃の左側頭部を押さえる。左腕で銃の右腕を抱え、 じを、半回転、鳥は一回転姿勢体して、自らが腕で、ほうけさ肩などの体勢で締める。は外絞りは、ほうけさ肩をかけながらの肩端絞り。相手の右側からのほうけさ肩。相手の右腕を、左脇で抱え、左手で、相手の左襟を逆手で掴んで、肩カン抜きを作り、右手で、相手の右襟を、順手で掴んで締める。肩十字絞りにも似ている。 柔道の試合で、安野の子が極めたことがある。映像作品、日本の古武道、ビデオシリーズ高専柔道寝技の神髄で紹介されている。フルネルソンのことを羽がいじめ、羽がい絞りというが、それとは異なる技である。ヘリコプターチョークは、片端絞りに包含される。うつ伏せ四つんばい、腹ばいの相手の左から左手で、相手の右襟を持ち、 相手の左側頭部に右ももをかける。相手の右側に後転、または側転しながら、右腕で相手の右脇を通して、右腕を制する。相手を右に横転させ、右手、または右前腕部で相手の後頭部を押して締める。柏崎勝彦は特に腹ばいの相手に心を見ると良いとしている。ジェルビチョークは鳥の上着の裾を使った片端彫り。 ガブリの姿勢から、鳥は右腕を、樹の左脇を通して、樹の首の右側に当てた鳥の上着の左裾を右手で、つかみ左膝裏で樹の後頭部を押さえて締める。日本の柔道界では愛不試合審判規定において、指導の対象となる、柔道員の上着の裾、または帯を使って、締め技を施すことに該当する、禁止義と捉えられていたが、 2013年世界柔道選手権大会においては、反則とされず、ヤーデンジ・ェルビが決勝戦などでこの技で勝利し、優勝した。国際柔道連盟試合審判規定で、自分や相手のの文言が付け足された。アイフの見解としても、反則となった。ブラジリアン柔術では、ラペラチョークの一種であり、反則ではない。柔術ファイティングシステムでも反則ではない。 別名ゲルビチョーク、ありがとうございます。